人、物、金をテキサスへ CCIM のルークです。私が住んでいるテキサス州ダラスがスポーツビジネス界において著しく注目を集めています。カリフォルニア州からの移住者にとって人気の目的地であるテキサス州では州税がない生活費が 安いビジネスに寛容な規制環境などを背景に特にダラスが多くの人々の新天地となっていますスポーツ産業ではゴルフの PGA of America がフロイダ州からダラス経済圏フリスコに本部を移転し2022年には新しいキャンパス内に 3350万ドルの施設、日本円で約50億円を開設するなど、大規模な動きが見られます。また、ロデオとかブルーライディングの PBR ワールドファイナルやテニスの ATP、えー、ニューヨークオープンがダラスに移転するなど、スポーツイベントの 新たなメッカとしての地位を確立しています。ダラスではね、アメリカンアスレチックスカーファネス、バスケやアミフトですね。それとか、アクティブネットワーク、マクラーレン USA、ノーランパートナーズ、オラクル、パーフェクトゲーム、 スムージーキング、スノコ、トヨタ、ウォースティックバットカンパニー、ノーラン、ートップゴルフなど、数多くのスポーツ関連企業が本社を移転してきています。過去5年間で約3 1百0人。 80万人のファンがダラス地域の主要マイナーリーグやディビジョンの大学スポーツイベントに参加していますメジャーリーグの全チームスポーツカレッジボールゲーム FIFA 国際サッカー連盟予選など26のスポーツ え、プログラムが存在し、NCAA 全米大学体育協会の最新入札では、他の主要都市を大きく上回る15の選手権を獲得しました。ダラスの魅力はビジネスフレンドリーな環境、労働組合 組合員率がわずか4.7%。ダラス市は、レンジャーズの新スタジアム建設に6億ドルのローンやその他の誘致策を承認し、カーボーイズのスター複合施設は、フリスコの地方政府から 特別な税制優遇を受けています。ダラスへの移転は、主要なイベントの開催地であったり、優秀な人材プール、ビジネスフレンドリーな修正策、チームの生活の質、 多くの人が家を購入できる環境、そして地理的に中心に位置し、大きな空港があることなど、多市にわたる利点に基づいています。また、ダラスは世界でも最もホテル建設が活発な市場の一つであり、173のプロジェクトと2万707の 客室が建設中です。これらの要素はすべてダラスがスポーツビジネスの中心地としてますます重要性を増していることを示しています。スポーツ関連の施設が充実し、ビジネスにとって有利な環境が整い、地理的にも利便性が 高いダラスは今後も多くの企業やイベントを引き寄せることでしょう。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。